広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。毎度プルちゃんやでー。プルちゃん、プルちゃんがやってきたんやでー。チリプルちゃん、チリプル。よし、じゃあ早速バトルしていこうか。お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、先行で。はい、バトルスタート。お願いします。よろしくな。舐めまったやで。残っちです。1枚引きます。引くやでではない。1枚引くんやで。じゃまずスーパーボール、はい、グッズを使います。上から7枚、はい、山札を見て中にね、ポケモンがいれば加えてこれるということで、ホライドン EX。 うわー、マジ。加えてきます。はい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 、切りますね。ホライドン EX を出して、うん、アクエネルギーを豆バッタにつけます。はい、これで番終わり。はい、じゃあ1枚いきます。じゃあスーパーボール使います。はい、じゃあヘルガーを加えてきます。はい、まだ使います。はい、マリルベンチに出します。水エネルギーを残っちにつけて技使います。友達を探すで山札からポケモンを1枚選んで手札に加えます。はい、ルギア EX を僕は加えようと思います。おー、かっこいいな。うんうんとかじゃあ1枚引きます。うん、エネルギー検査を使います。はい、基本とエネルギーを加えてきます。うん、ではスターダムのスタッパ使います。相手のバトルポケモンについているエネルギーを選んで山札の上に戻します。はい、じゃあこれが山札の上に戻りました。はい、嫌だね。困ります。では高エネルギーをコライドミニックスにつけます。うん、そしてバトルポケモンをエクセプトに進化。強い、かっこいい。では技を使います。ローキック60ダメージ。はい、キバリア。キバってこう。じゃあダメージ受けちゃったから1枚いきます。でこれエネルギーと、うん、一旦ルギア EX エネルギー出します。で水エネルギーをつけて、これはバーン終わりですね。うん、はい、じゃあ1枚引きます。お、パルデアウパーを出します。ほう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 。そして博士の研究使います。うん、7枚引きます。ノムクラゲをピンチに出します。うん、パルデアウパーにアクエネルギーをつけます。うん、では技を使います。ローキックで60ダメージ。はい、こっちが気絶します。はい、じゃあサイドを取ります。サイドを取ったやで。調子いいですね。はい、マリルバトル場に出します。1枚いきます。ブタゲチはね、サポートが使えてないのが嫌なところですよね。ちょっと苦しいですね。ハイパーボール使います。サナギラスと水エネルギープラスします。はい、デルビル加えてきます。はい、スタジオですね。ここですね。カードは不慣れなもんでね。あ、そうなんだ。じゃあデルビルベンチに出します。アクエネルギーデルビルにつけときます。じゃあこれで終わりです。はい、じゃあ1枚引きます。ちょっと後ろにエネルギーを貯めて待つ作戦ですね。そうですね。まずノノクラゲをリキクラゲに進化。お、強い。あ、それ強いんですよね。うん、そして豆バッタをベンチに出します。はいはいはい、ハイパーボールで落とし鳥とグルトンをトラッシュ、うん、好きなポケモンを持ってきます。ではパルデアドー EX 加えてきます。はい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 、これはね、チリップルのお気に入りカードなんじゃないですか。うん、プルちゃんの相棒やで。なるほどね、なるほどね。まだ使います。はい、じゃあ進化。おお、等エネルギーをパルデアドー EX につけます。うん、そして短パン小僧。ではリククラゲの森の抜け道で自分のバトルポケモンの逃げるためのエネルギーが2個少なくなっているのでエクスレックを逃がします。うん、便利ですね。そしてパルデアド EX いきます。はい、どう、龍騎戦ポイズンサークル。おお、60ダメージで毒にします。うわ、なるほど。じゃあポケモンチェックになって、はい、毒のダメ感が乗ると。これで気絶します。よし、またサイドを1枚取ります。強いですね。ダンデルビルバトルが出します。はい、1枚いきます。デルビルをヘルガーに進化させます。はい、僕ヘルガーも大好きなんですよ。かっこいいな。うん、
悪エネルギーヘルダにつけます。これで技使います。激を飛ばすで山札から基本エネルギー2枚選んで自分のポケモンに好きなようにつけます。はい、じゃあ次は EX に右エネルギー2枚つけます。はい、じゃあ1枚引きます。はい、でも使います。うん、3枚引きます。悪エネルギーをパルデアド EX につけます。うん、ではいきます。ギガインパクト220ダメージ。いやすごいですね。これは強力だ。一発突破。はい、ヘルが気絶します。はい、再度1枚取ります。うん、じゃあルギア EX をバトル場に出します。ついに出てきたぞ。はい、ついに来たな。1枚いきます。じゃあ技使えます。破壊の渦潮で140ダメージですね。140。はい、で裏が出るまでコインを投げて表の数分相手のバトルポケモンについてるエネルギートラッシュできるんで。じゃあ全部トラッシュできるかも。トラッシュできる可能性あるんで。これはここかかってますね。表。はいはい、まだ投げられると。裏1個トラッシュですね。1個か。じゃあ悪エネルギーにしとこうかな。エネルギーをトラッシュ、はい、よっしゃ1枚いきます。うん、あれ、クチーと竹内のベンチはポケモンがおらへんな。ちょっと今いないですね。じゃあルギア EX を倒しちゃえばプラちゃんの勝ちってこと？まあまあ、倒せるんですか？ポケモンがいなくなったら負け。うん、まあ、ギガインパクトをね前の番に使ったんでこの番ね、うん、このポケモン技が使えないんですけど。そうですね。ポケモン入れ替えを持ってますので、一回ねベンチに下げてこれでかかっている、ね、効果がなくなりました。はいはいはい。じゃあまたバトル場出れば技が使える。そうです。まあ、ローキックだ。そう森の抜け道でね逃げますね。なるほど。まあまだエネルギーが、ね、あるか分かんないですから。悪エネルギーね、さっきトラッシュされちゃったんだけど手札にあるんだな。つけまして、はい、じゃあギガインパクト220ダメージ、はい、どう隆起せ200。ああ、ぴったりルギア EX が消します。大隆起、はい、サイド2枚はい、これでタケチの場からポケモンがいなくなったので、はい、いないです。チリップルの勝利。強い。プルちゃんが最強まあちょっとデッキの動きがね、サポート山札引いたりできなかったから、まあ、そうですね。いやルギア EX も、ね、でも頑張ってくれたんで良かったなと思います。これで梅雨払いできました。はい、どっちも知らん人だな。まずこちらの方どうぞ。アローラ、アローラライチュ、梅川でーす。アローラライチュ、梅川さん。ライチュ、アローラの姿が大好きなんだ。はいはいはい、はい。しかもアローラチュも似合いそうな感じですね。アローラチュ、ほんのできる戦うぜー。ノリノリだ。そして、こちらの方、自己紹介お願いします。まあ、今はもう、わーわーやーやー。あ、おいおいおい、あなた、ちょっと我々にも分かりやすく話してくださいよ。まあ、そうですね。ちょっとこれ、バトルに支障をきたしそうなんですけど、どうしましょうかね。言語設定を地球日本に切り替えました。はじめまして、隠れオンと申します。喋れるやん。隠れオンさん、はい、なんか隠れオンみたいだね。この星にあるグリーンバックというものを探してここに来ました。なるほど、グリーンバックだったら隠れれますもんね、これね。はい、ここにはあると聞いていますが、グリーンバックどうなんでしょうか。あっちにあるかもしれないですけど、まあ一旦ね、バトルしましょうか。わかりました。ポケガーできるんだよな。ポケガーしましょう。ポケガーできます。よしよしよし。2回戦やっていきます。最初はグー、じゃんけんポン。パーパーパー。負けちゃったねー。負けた側がこんなに喋るんだ。それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。キャモメ。レコードだ。1枚引きます。イエーイ。モンスターボールを使います。オッケー。表、じゃあポケモンを加えます。海洋が EX を加えます。お、この勝負勝ったらグリーンバックの場所を教えてください。そんなに隠れたいわけね。では海洋が EX を出して、海洋が EX に水エネルギーをつけて番を奪います。オッケー、1枚引きます。じゃあ手始めスーパーボール。なるほど。空から持ってくるぜ、うんうん、まだ山札切ります。からからダダリン、トゲで丸えい。今グマにエネルギーつけたらチャンパンどうぞ。気持ちいいリズムだな。トッシン30ダメージ。このポケモンにも10ダメージ。1枚いきます。エネルギー転送を使います。
水エネルギー加えます。海洋 EX に水エネルギーをつけます。そしてポケモンキャッチャーを使います。これは裏っ、うん、ではこの番はこれで終わります。はい、じゃあ一番いきますよ。はい、いいカードが来ましたね。おー、ノリノリだ。サポートが来ればこちらもんだ。あ、そうだね、根も使っていこうか。おー、3枚とりあえず引くと、いいね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 。キテルグの進化、うん、よ。そしてカブコ K5EX を出して、はい、エネルギー転送だ。雷エネルギーを手札に加えてきます。そしたら雷エネルギーをカブコケコイツにつけて、パワーチャージ30ダメージ。さらに山札からね、そのエネルギーをつけられるというところで、うん、雷エネルギーをキテルグマにつけるぜ。キャモメが気絶します。サイド1枚取るよ。もういい感じ。では海洋が EX のバトル場に1枚引きます。とんでもなく強そうなのが来たな。海洋が EX に水エネルギーをつけて、サポート博士の研究を使います。おう、ベンチにアチャモ、そして隠れオンを出します。隠れオン来た。いい隠れ方をしそうですね。隠れオンくんとね、同じ読みだよね。何かシンパシーを感じるものがあります。ではこれで技を使います。うねる波80ダメージです。オッケー、乗りこなせますかこの波を。もうなんか急にしゃれたこと言うね。堅物かと思ったぜ。学習してきました。効果は望みません。望まないと。まあ入れ替えるって言うんならな、俺のカッポケコイツが火を吹くことで弱点つけますからね、うんうん、じゃあ1枚いきます。そしたらまずはネストボールだ。うんうん、来てくれ。ミミチュー EX。 おそしたらオレッチですね。手札が強くてオレッチなんですね。ポケモン入れ替え。あら、トコギコイツがいけるじゃねえのっちゅうことよ。さらに手札から尊重エネルギーをつけて、技の準備もして、博士の研究全てトラッシュして7枚引きます。ハイパーボールでジジロンと踊り鳥をトラッシュ。アローラガラガラを持ってくるぜ。ガラガラ、あーガラガラ。よし、サンダーコネクト、ベンチポケモンゴッキレープラネット追加160度。思いきや、なん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 、弱点ウィークネスポイント、つまり320ダメージだ。うわー、320。海洋が EX 気絶します。めっちゃ強い。さあ2枚倒れちゃうんだぜ。隠れをバトルまで1枚引きます。ネモ使います。ではトロピウス、そしてコータスをベンチに出します。そしてそうなんだ、ね、アチャモに炎エネルギーをつけて、この番はこれで終わりです。1枚引きます。サポートネモちゃんで3枚引いていく。超エネルギーをアローラガラガラにつけて、今度もサンダーコネクトで160ダメージだ。なるほど、隠れ音が気絶します。サイド取って、おいおいおい、子供じゃ勝っちゃうんじゃないのか。いやいや、まだまだですよ。 ですよね。ではトロピウスを出します。1枚引きます。この番は千里を使います。おお、いいタイミング。はい、山札を2枚引きまして、ポケモン EX なので2枚引きます。これで合計4枚出ちゃうわけね。これはなかなかいいサポートですね。4枚です。ではハイパーボールを使います。ヘリッパーと炎エネルギーをトラッシュ。バシャーモン EX を加えます。あれ、若者も飛ばしてバシャーモン EX なんだね。うん、いいカードを引きました。不思議な飴を使って、バシャーモンをバシャーモン EX に進化させます。そしてバシャーモン EX は特性を持っています。たぎる投資、自分の番に1回使えて、トラッシュから基本エネルギーを1枚選んで自分のポケモンにつけられるので強いですよね。じゃあここは水エネルギーをトラッシュからトロピウスにつけようと思います。そしてバシャーモン EX に手札から水エネルギーをつけます。じゃあトロピウスを逃がします。バシャーモン EX を出します。出てきた。この子はなかなか強いんじゃないの。はい、これで技を使います。バーニングソルトで200ダメージ。200ダメージということは、おいおいおい、俺っちのカブコケコイツぴったりですね。やられてるじゃねえかよ。これでサイド2枚取ります。お、計算通りですね。ただ自分の君がやられた次はアローラガラガラの定番だね。うん、1枚引きます。アローラ一粒手を出して、超エネルギーをリミッキュ EX につけます。では技肩切る地で120ダメージだ。なかなか手痛いですね。1枚引きます。ベンチにレジアイスを出します。そして水エネルギーをレジアイスにつけます。ではたぎる投資を使って、水エネルギーをレジアイスにつけます。バシャーモン EX を逃がします。
デジアイスをバトルガンに。これで技を使います。スララ30ダメージです。おお、やっぱりアタッカーがね、かなり動きやすいデッキですね。はい、うん、じゃあ1枚いくぜ。アローラ石つぶてをアローラゴローに進化。おでは、ミミッキュ EX にエネルギーをつけて、アローラガラガラの敵打ちで30ダメージ。1枚いきます。ハギル投資を使って、炎エネルギーをバシャーモ EX につけます。手札から炎エネルギーをレジアイスにつけます。サポートは博士の研究を使います。スーパーボール使います。マッスグマを加えます。ジグザグマベンチに出します。ではこれで技を使います。吹雪で90ダメージ。そして相手のベンチポケモン全員にもそれぞれ10ダメージです。おお、じゃあローラガラガラ気絶。サイドを1枚取ります。キテルグマをバトル場に出します。はい、1枚引きます。アローラゴローンをアローラゴローニアに進化。うん、手札から雷エネルギーをキテルグマにつけるぜ。はい、これでキテルグマのブチかます130ダメージ。ぶちかましていくぜ。合計で160ダメージです。マーケットサイド取っていきますね。気絶しました。残り1枚ちばけよ。ではバシャーモ EX をバトルガンに出します。1枚いきます。ジグザグマをマッシュルマに進化させます。ネモを使います。バシャーモ EX に炎エネルギーをつけて、特性の限る投資を使ってトラッシュから水エネルギーをマッシュルマにつけます。これで技を使います。バーニングソルト200ダメージ。200ダメージでキテルグマが倒れるぜ。サイド1枚取ります。相手のサイドが2枚だからな、まだポケモン X で行くべきではないだろう、うんうん、アローラゴローニャ1枚引きます。アローラゴローニャに雷エネルギーをつけて、手札からアローラ石つぶてを出してサポートのジャッジマン。ではアローラゴローニャの電磁カタパルトを使います。裏が出るまでコインを投げる。えい、表、うんうん、えい、おお、2表、あと1回表で勝っちゃうぜ。何ダメージになるのか。はい、裏です。でも140は結構でかそう、うん、で、ダダリンのダメ感がねちょっと息がやすぎて飛んでっちゃったので乗せの直しまして、はい、終わりですね。なかなか運のいい男ですね。1枚聞きます。2回表は最高だったけど、あと1回だったな。そうだね。ではバシャーも逃がします。ここはコータスをバトルガンに出します。手札からコータスにエネルギーをつけて、バシャーモン EX のタゲルとしてトラッシュから炎エネルギーをバシャーモン EX につけます。これで技を使います。左手で20ダメージ。 OK、 そしたら俺ちゃばんで1枚引きます。エネルギーはない。そうだな、電磁型パルトのコイン次第だが、もう1個エネルギーがつくと何下の技が使えちゃうぜ。メガトンホール160ダメージ。160強いね。このポケモンにも40ダメージだが、フォータスが気絶します。サイドを据えて取り切ったぜ。ということでアローラライチュウメカーさんの勝利です。あーもうノリノリ。隠れ音さんも大変ありがとうございました。ありがとうございました。今回は負けてしまいましたが、グリーンバックを探す旅にまた出ようと思います。また会える日までさようなら。さようなら。